リーグリフィスは、スコットランド出身のサッカー選手。ポジションは FW。スコティッシュプレミアシップ、ダンディ FC 所属。スコットランド代表。2011年1月27日、プレミアリーグのウルバーハンプトンワンダラーズ FC に2年半契約で移籍した。移籍金は15万ポンドと言われている。同シーズンは、ハイバーニアン FC に期限付き移籍で放出され、 公式戦31得点を記録し、ウルブスにローンバックを果たした。2014年1月31日の遺跡史上最終日に、セルティック FC に4年契約で加入した。2014から15シーズンは当初こそ、リザーブに回されたものの、10月に戦列復帰すると、リーグ戦や国内カップ戦で得点を量産し、リーグ4連覇に貢献。 2016から17シーズンには、新加入のムサ・デンベレと共に2トップを組み6連覇の原動力となった。2021年8月31日、1シーズンローンで、ダンディ FC に復帰。2012年11月のルクセンブルクとの親善試合で、スコットランド代表に初招集された。2017年6月10日の 2018FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のイングランド代表戦では87分にフリーキックでのゴールを挙げると3分後に再び得点し2から1とした。しかしチームは後半終了間際にハリー・ケインのゴールで2から2とされ引き分けた。ありがとうございます。